こんばんは。こんばんは。桜ありがとう。今日はハーフアップしてるからちょっと春っぽい感じなのかな、わかんないですけど、桜餅みたいな服嘘、カーディガンが紫で桜餅。お姉さん味あるなと思って、なんか私今日凪に人妻みたいって言われました意味わからんがんだけど、4期生メンバーハンマークとハンネームみんな作ってるの。え、作ってないんじゃない、知らんけど。作って、私はメリーちゃんの羊が一応ハンネームなのかな、なんですけど、そうわかんないチャット通知が遅れるのは私的、あ、多分運営さんが見てないだけだと思う。うん、こんばんは、ありがとう来てくれて。こんばんは。チャットって何？チャットはチャットです、なんかそういうサービスっていうのかがありまして、私が本当にくだらないことをなんか本当にツイッターみたいな感覚でつぶやいてるみたいな感じのものでございます。ぜひミリーしか、ありがとう、こんばんは。あ、なんか貼ってくれてるありがとうね、ブースティ、結婚してありがとう。結婚しますか、私でいいんですか。もう毎日結婚して送ってくれるからもう結婚じゃんね、そんなの。なんか今日は疲れていて頭が回っていないのと喉が死にかけです今日もお仕事をしてきました、何かは言えませんけど。うん、でもなんかね、あんまり私体調悪いアピールするアイドル嫌いだからあんまり痛くないんですけど、普通に頭が痛すぎて今日偏頭痛持ちじゃないのに今日ずっと偏頭痛がしてて、普通にシンプルに今日体調が悪すぎましたチャットマシンガン、そんな送ってるっけ。そう、月額550円、チャットマメさん発信、いや、あの見てもらってるみたいな、チェックみたいな感じだから、多分皆さんが見てないから遅れてないかもしれないです。結婚するのはミリしか考えられない。本当にとか言ってさ、もう見え、未来見えるんだよね。どうせ5期生とか入ってきたら教えんするんでしょ俺と婚約してください、結婚じゃなくていいんか。お疲れ様、ありがとう。なんでしょうね、俺も今日ちょっと頭痛い、低気圧ですかよく言う優しいんだけど、みんな健康第一だよね、ありがとうね。緊張感わかんない、毎日お仕事があるっていうことがあんまり今までなかったからかもしれないです、わからないです。頭痛薬飲んでありがとう、今日薬を飲んでゆっくり寝たいと思います、ありがとう。逆に昨日ずっと頭痛かったです。大丈夫、あ、桜餅、あ、パク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 10個食べた、ありがとう今日もお疲れ様、ありがとうございます。疲れました、皆さん私の努力を聞いてください。今日もひなさんにお会いしたんですけど今日も話しかけれなかったです。頑張ってるよね、私頑張ってるよね、いつもだったら絶対話しかけてるのに今日も頑張って話しかけなかったです桜ありがとね、
そう、あと2週間、そう、マジ頑張ります。春はめまいの季節、なんかこの季節割と体調崩しがちな人が多い気がするよ。桜餅みんなで食べた、桜みんなで食べたみたいに言うよ。ラブ修行、そう、修行、修行してます今。メリちゃんの配信見ると癒される、ありがとう。うん、ありがとうございます。あ、恋煩いで頭が痛いのかもしれない。でも今日運営さんていうか社長さんに、グループ内恋愛いいですかって言ったら、あ、全然いいよって言われたので、はい、いいらしいです。季節の変わり目はね、体調崩しやすいからみんなも気をつけてねって感じの感じですかね。うん、サクタベ私も大好き、皆さんご自愛ください本当に。え、何言ったっけ、待って、私本当にないだ、何言ったか覚えてない、自分が、自分が何を言ってるのか覚えてないです。めっちゃ喉乾く今日。あ、そう、早送りカレンダー好きだよ。 HKT さんの楽曲基本全部好きです。うん、でもなんだろうな、特に好きなの HKT さんだったら、なんだろう、控えめアイラビューとかも好きだ。12秒はめっちゃ王道だけど好き。あとはなんだろうな、あ、大人列車わかる。大人列車私も好きです。こんばんは。なんかそう、グループ内恋愛 OK らしい。何、どういう意味って言われたけど。そうだよな、普通に考えて。グイグイ行かないと他のメンバーに取られるよ。なんかそれはちょっと嫌か。先輩メンバーさんはあれだけど、同期に取られたりしたら私は本当にその同期の嫌いになってしまう。もしする機会があったら煽りしてみたいですか。ほぼ横りカレンダーや最高部、え、してみたい。煽り、めっちゃ煽りできるアイドル大好きなんだよね。意外かもしれないですけど、初恋バタフライいい曲だよね。そう、なんか今日ずっとあの同期のね、ジュナとかと喋ってたんだけど、そう、凪とかもとも喋ってたんだけど、カラオケ配信をしたくて、でも今日はちょっと喉があれなので今日はできないんだけど、カラオケ配信を近々やろうと思います。いつやろうかな、30日記念ぐらいでやろうかな。毎日アイドル、いや、30、50、50、どっち需要ありますかっていうか。そもそもオンチなんだけど、需要ありますか。30日、カラオケ配信、なんかいっぱい歌いたい曲がたくさんあって、公演曲縛りとかでも歌いたいし、 NGT 縛りとかでも やってみたいし、50日だと結構先、逆にあれじゃない、みんな私のカラオケに対する期待値が上がっちゃって、あれ意外とうんちなんてならない。30日連続の日が特別仕様になる。え、そうなの、知らなかった。ミリちゃん曲いっぱい知ってそう。いっぱい知ってるよ。予定とオタクなめんなよっていう気持ちです。
なんかイコラブさんとかもよく聞いてる実は。30、60、100。あ、そうなんだ。あ、じゃあ60にしとく。桜の花びらありがとう。なんか今イベント中なのでぜひよかったら投げてください。投げてくださいって何。あの子コンプレックス私も好き。カラオケで喉痛めない歌い方とかも聞いたらいいんじゃない。いや、カラオケで喉を痛めたことはなくて、多分ただの体調悪いだけなんですよ。私カラオケ大好きで、富山にいた時で、めっちゃ本当に休み時間空き時間とかにめっちゃカラオケ行ってたなって思う。一人でも全然行くし、歌うことが好きなので人からめっちゃ言ってた。なんかオールデイ人から言ってた。めちゃめちゃ朝帰るっていう、一人でね、一人で歌って踊って楽しかった思い出があります。てか私は人からの方が好きなんだよね。カラオケ行くのは絶対人と行っても楽しいけどさ、人からは絶対一人派。人からカラオケ、喉の調子がいい時にします。俺もそれよくやってた。一緒じゃん。メリーと一緒にカラオケ行って人から、待って、それはもはや人からじゃなくて、な、何もはやから人からじゃないですけど。本当は今日やりたかったんだけどね。蓋からダサい。ダサい。とても。私は今日配信が終わったら絶対に部屋の片付けをしようって決めてて、ゴミ屋敷みたいになってて、聞かないでください。だから、そう、ありがとう桜。一人カラオケ気を使わなくていいですよね。ね、わかる。なんか人と一緒に行くとさ、やっぱ謎にさ一曲ずつ回していくみたいな感じじゃないですか。だからそれが嫌で、正直人にの歌に興味がないって言ったらあれなんだけど、仲いい友達だったらまだしもさ、なんかあるじゃんそういう会みたいな、そういうの全然興味がなくて、だから一人で行って好きな曲を好きなタイミングで歌いたい人間なので、一人カラオケが一番好きです。そう、途中で、あ、私ワンハーフで大体切るんですよ。だから人とカラオケにたまに行くと、なんで切るのって言われるんだけど、私はフルで歌うタイプではなくて、ワンハーフで例えば人からに1時間行ったら、マジで1時間ずっと歌いたいタイプで、一回も休憩とかしたくないから、曲を入れまくって入れまくって一回も止まることがないようにしてて、あ、自己中なのかもしれないですよ私は。てか多分自己中なんですけど。何それ、アンチコメなの。なんかそう、だから何、そう歌いまくってる、そう、あの歌いまくってるし、ワンハーフで止めるから、一人で歌うのが一番効率が良いので、人からしか勝たんって感じです。ワンドリンクの時は受付で頼んじゃう。ああ、そうかも、受付で頼みがち。なんだろう、ありがとう桜とかハートとかありがとうございます。そう、
とシンプルに歌の練習をしたいっていうのもあって人から似てるって言っていた。なんか新潟来てから全然カラオケに行くってことがなくて、そうないんですけど来てすぐの時は結構練習しようとか思って行ってたけど、最近全然人から行けてない。ダムとかで聴けるライブの音源流したりする。うん？ライブの音源はあんま見ないかも。ライブ映像とかでも絶対ジョイサウンドよりはダムが好きっていうか、ダムです絶対。こんばんは。え、マジで喉が終わってる、死んでる今日は。メリー歌い何歌歌ってほしいの。うん、え、公演曲めっちゃ歌う。なんか勝手に一人で例えば夢しな公演だったら夢しな公演歌おうと思って、夢しな公演の本当にセトリのそのまんまの順番で予約入れて勝手に一人公演みたいなことをしていました。一時期無理しないでね、ありがとうね、優しいねこんな優しい世界線みんな優しかったらいいのに。こんばんは。あ、遅くなってごめんね。ありがとう、待ってたよ。わあ、桜ありがとうございます。あ、今日はツインテール。ツインテールに見えるこれ。確かにツインテールに見えるかもしれないけど、違います。ハーフアップでした。ここが繋がっています。え、ここ点はないかもしれん。レッスンリハーサルトレーニング頑張って、ありがとう、頑張ります。みんなも頑張ってね。明日は日曜日だからお休みの方が多いかもしれないですけど、休日出勤とかですか。あ、そう、さっきの話の続きなんだけど、本当に今日は絶対に片付けをします。え、みんな明日仕事なの、頑張ってね。いや、だからめっちゃ気持ちこもってない人みたい、本当に思ってるからうん、本当に足の踏み場がないって言ったら嘘になるけど、そのぐらい汚くて、この配信してる白壁でやってるから全然そう思わないかもしれないんだけど、結構もう散らかってるとかのレベルじゃなく、本当にゴミ屋敷ぐらいまでは行ってて、そうなんか私ひろかをよく家でひろかと家で私の家で遊んだり遊んだりするんだけど、なんかあのひろかが部屋汚いねとか言ってくるぐらいだからね、まあ、相当うんそうだよね同期に片付けを手伝ってもらうことはあないですね。私が別にしなくていいよって言っちゃってるのでだってめんどくさいじゃん、片付けなんて誰もしたくないと思うから、だから別にしなくていいよって言ってんだよね。まあ、内心ちょっとしてほしいけどね。こんばんは。こんばんは。そう。
だから今日は絶対に片付けをします。はい、寝るまでに絶対部屋の片付けをして今日は寝る。あ、なのみさん配信してたんですか、ありがとう来てくれて。ミリーちゃん今日も可愛い、ありがとう、本当にハーフアップです。ハーフアップさん、なんかツインテールに見えるもしかして。こんばんは。いや片付けはしないんだけど、さすがにしないとやばくないってレベルに来てるから、その本当になんかもう結構死に際来てるっていうか、あのやばいので本当にやばいからさすがにします。今日はうんうん、似合ってる、ありがとう、無理しないですよ、歩けないレベルではない、でもいや嘘だ、歩いたら絶対足になんかくっついてくるガチでえ、地震が来たら、あやばい、だってまず机の上にペットボトルが今10本ぐらい置いてあるのね。その時点でまず地震が起きたらペットボト空いてるペットボトルがまずコロコロンって転がってどっか行くでしょで割り箸もいっぱいあるのやばいやばいやばい、ファンの人が減ってしまうんじゃないか、これはファンの人が減ってしまうかもしれないことを言いそうになった。さすがにキモいって言われたんだよ誰かに。いやでも割り箸って再利用するよね、しないの。スマホが倒れて部屋の中が映る事故絶対したくない、家もバレたくないしシンプルに。そう、踏み場がないって言ったらいいですかね。そう、生活感しかない。え、お部屋だと思うよ普通に。あ、ペットボトル、ああしようかなえ、割り箸大量に置いてるし、スーパーとかコンビニとか行ったら一人なのに割り箸5本ぐらいもらうクソ迷惑客なんですけど私なんか一人暮らしをさ始めてすぐの時はさ、私だって頑張って箸洗ってたのね、けど途中からめんどくさくなって、もう割り箸でいいやみたいな、割り箸で生活してやろうって思って、だからスプーンとかももらってる、もらえるときはもらうしそう、洗い物をまず増やしたくない、シンプルに。歩くと足に口、だから歩くと、いやマジで汚い話すると本当に髪の毛とかがめっちゃ落ちてて、歩くと服とかがまとわりついてくるの足に。他の同期の方のご自宅に帰る、あるよ結構、割り箸の再利用は聞いたことない。プラスチックスプーンとかフォーク再利用、え、するよね、絶対私だけじゃないでしょひのちゃんに怒られる、え、怒られないです、怒られないです絶対そう、割り箸ありがとうね、さくら、ありがとうございます。ただより安いものないよ、そうなんだよね、貧乏精神で生きてるので本当に、そう、ただより安いものってないから、みんなももらえるものはもらっとこうって感じ。ティッシュ配りとかめっちゃもらうもんめっちゃもらっちゃう。その話しない方がいい地面に服置いちゃうんだけど、いや聞いて、私だってあれなんですよね、あてか見て見えたの聞いて、私だってね一人暮らし始めたての頃はちゃんと服をハンガーにかけてたし、全部畳んでた、ニットとかはあのハンガーにかけたらみたいなレベルで、だってまだ一人暮らし始めて半年も経ってないのに、これってやばくないですかみたいな。
え、ゴミ箱がたくさんあるの。それはそう、ごめん、なんか私はゴミを机の上に放置しておくタイプではあるけど、ちゃんとゴミ袋を、ゴミ袋がだから今10個ぐらいあって、ガチで、あの本当に、あの新潟の人は分かると思うんですけど、小さいあの黄色のさ燃えるゴミのなんて庶民的な話をしてるんでしょうか。小さい黄色のさあるじゃん、燃えるゴミ専用袋みたいな、マジでそれコメントが溜まっておりました。メリーちゃんのイメージが崩れる。嘘、私のイメージって何なんですか。私のイメージって何なんだろう。でもやだ、親近感湧くならいいか。タンプレ、お箸とゴミ箱、ゴミ袋、え、結構ガチで普通に欲しいかもいや、お箸はもらえるからいいや。ゴミ袋をください、私に恵んでください、黄色のゴミ袋お部屋でもメリーが好きだ。病気じゃないそれ、もはや、もはやそれは病気だ。清楚系お嬢様、もうこの話やめます。じゃあ帰国子女人、どこが、親近感湧いてるかもしれん、推しに似てる私も親近感湧いてる、なぜならアバターが一緒だから多分ひのさんのね配信とかに、あのノーネームって名前で壇上とかに乗ってる人がいたら私です。でも壇上に乗らないようにはしてますけどミリーちゃん単押し本当にありがとうえ、虫出たことない、ゴキブリとかも見たことない、お化けはあるけど虫は見たことないですよ。公園入るために割り箸とゴミ袋をプレゼントボックスにってそれって愛なのかな え、そう、お化けが私の家って出るんですよね。壇上には乗らないようにしてる絶対うん、怖いよね、怖いって思うからこの話はしないです。広げないでくださいこの話を広げないでください、違う話しよう皆にね嫌われたくないので悲しいから、自己物件じゃないです後ろにはいないよ今、本当にこれはガチでいない。でもオカルト話めっちゃ好きで、私そうオカルト系の話が好きで、よくそういう YouTube を見ててオカルトとか、なんだろう、天体系が最近ハマってるし、今はねスマホのロック画面を天体系の写真にしてるんだよね、太陽系の。幅広い話題は聞ける配信で、あ、そうかな、何喋ってるか分からないですけど、そう、星座系が最近はハマってて、まあ、都市伝説とかも好き、そういう話を語り合える人いますかね、いないかな、さすがに でもね、ヒロカって星座が好きじゃん、だから私は、私が信じてる説は、太陽は年々小さくなってってるし、宇宙も人工物だって。え、待って、止まってる？
ねえ、止まってるくないこれ。見えてますか？見えてる？見えてますか？そう、宇宙とか太陽もね、小さくなってるし、宇宙も人工物だから宇宙人なんていないし、あのだから星座も人工物なんだよって、人間が作ったものなんだよってひろかに言ったら、そんなわけないじゃんみたいな言われてでもひろかはきっと星座が本当に好きだから、そういう話って多分聞きたくなかったのかなってでも私はそっちを信じてるタイプなんだよねっていう感じです。そう、なんか私なんか一回ガチで UFO を見たくて UFO を呼び寄せたんだけど、 UFO が見当たらなかったので諦めて、その時に、しかもそれ割と最近なんだよね。お化けよりやばいこと言い出してる。嘘、そんなことないじゃん絶対。結構私の日常って感じなんだけど、でなんかそれでね、この話めっちゃ語れるかもそう、 UFO をなんかユン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 って言ったら UFO が呼び寄せられるんですね。だから待って、自分でも何言ってるか分からなくなってきたそうだから私は結構頑張って UFO を呼び寄せたんだけど、30分くらい、まあ結局 UFO は来なくて、でもなんか蜃気楼が見えるところの方が UFO って来るらしくて、だから蜃気楼が見えるところで UFO を呼び寄せるという企画を NGT48 でやりたいんですけど、どうですかねこれずっと山でミリーちゃん疲れてる、疲れてない、嘘です、疲れてますけど、セーフネタそう、ユンユンユンって言ったら、え、そう、本当に UFO が来るらしくて、私は結構ガチで UFO を見たくて、宇宙人も見たくて、でも人工物だとしても見たくて、私は興味があるから。いや、立山はなんか ちっちゃいっていうか全然小さいじゃん、全国的に比べたら。やっぱ富士山ぐらいで UFO を呼び寄せたいな。いや、 UFO 来なかった時取れ高ないよな絶対。取れ高ないとね、企画にはしてもらえないのかもしれない。いやでも本当に誰かユンユン言ってくれる人いないですかね。一人で、まあ一人でも全然しますけど。え、待って、てか私 UFO 見たいかもしれない。明日あたり暇なので、暇ではないですけどUFO を呼び寄せちゃおうかな。そう、蜃気楼が富山で見える。でも私なんか今日めっちゃ変な話ばっかするな。夜中にホタルイカを撮りたくて、ホタルイカを撮りたくて夜中に海に行ったことがあるんだけど、もう結局撮れなかったよねって。あ、桜ありがとね。 UFO 焼きそば好き私も絶対そういう答え求めてない。明日あたり言ってみて、見れるもんな。いや、見れるもんっていうか、もう自分が気持ちだよねって、気持ち次第じゃないですか。見たいっていう気持ちが宇宙に伝われば、私と宇宙で会話ができればできるかもしれない。知らんけど、来なくても先輩メンバーが宇宙人になってくる。確かに先輩みんなノリがいいから。でも私は本物の見たいんだよねマジレスしてる。ホタルイカはシーズンで結構取れる、夜中とか結構取れるみたいですよ。は、桜ありがとね。今日何の話してんだろう私なんかアイドルっぽい話したいな。アイドルみたいな、アイドルみたいな、キュルキュルみたいな、キ
ュルキュルみたいなネタないですか、話の。あと4分、ありがとう。じゃあ私も何、私も何ですか、頑張ればメリット更新できる、あ、できるんじゃない、知らんけど多分できると思いますよ。それも気持ちの問題だよね。ウィンクウィンクウィンク。不思議系ねえ、その泣き絵文字やめて、キュルキュルのイメージだったのに、もう雫みたいな、なんか違うんですか私。え、あれ NGT48 のキュルキュル担当になりたい、メリーこと吉原メリーですって言ってるんだけど。部屋掃除もキュルキュルする、するわけないじゃん。部屋の掃除なんてキモいパジャマ着て適当に黄色い袋にまとめるだけです。ペットボトルはペットボトルでまとめて、そんなもんじゃないんですか最近スイーツ何食べた、最近一番最近は成城石井のティラミス食べた。今日も成城石井に寄ったんだけど、食べたいものがなかったので何も買いませんでした。あとシンプルに今日はなんか喉が痛いからお粥食べようと思います。イメージだだ崩れ、最悪じゃん。キュルキュル貫くうん、頑張ります。お互いに体調管理気をつけていこう、本当にみんなも気をつけるんだよ。私みたいに喉が死んだら終わりだからね。なんか明日とかもっと喉痛くなってそうで怖いんだけど、ちゃんと薬は飲んで寝るけど、なんか悪化したら嫌だなって感じ。まあ、とりあえず掃除はしますよ。掃除はする。あーなんか無理かも嫌なんだけど、こんなお部屋に住んでる自分も嫌いだし、いつからこんなお部屋になったんだって感じだし、こんな部屋に住んでるアイドル自分だったら嫌だなって感じ。メリーちゃんひのちゃん好きなの、はい、そうですけど あ、フォローありがとう、フォローしてください毎日こんなくだらないことしか話してないけど、あのここにハートが白い人はピンクにしてくださいね、よかったら。ワッフルありがとう。ピンクの人はもう一回押すのはやめてください、白になっちゃうので。あ、みんなに掃除してもらえばいいんだ。ミリーちゃんの羊掃除してください、掃除してね、掃除に来てほしい。お部屋ピンク色で統一してないですよ、全く統一感のない部屋です。てかもう時間ですね、壇上読みます。え、なんか今日のさ話の内容がなんか薄すぎてごめんって感じなんですけど壇上読みます。13位、リオンちゃん、ありがとうございます。12位、コミュニスト、アット、ありがとうございます。11位、東郷さん、ありがとうございます。10位、メープルナオくんさん、ありがとうございます。さっき、奥村桃香の配信にいたよね。知ってるよ。私より桃ちゃんが好きなのかな。ありがとうございます。9位ミスターさん、いつもありがとうございます8位ケンメリアットメリーちゃんの羊さん、ありがとうございます。でもナギちゃんの
ショールームの累計というかファンのとこに一番上にいるよね、知ってるよありがとう、私にも支援してくれたのかな、ありがとうございます。7位おわたやさん、いつもメールの返信ありがとうございます早く会いたいですね。6位、なんか名前が長い、シューティングスタースイーズアットメリーちゃんの羊6483、ちょっと名前の意味がよくわからないので今度教えてください。5位ラーメンマンさん、いつもありがとうございます。4位あゆえおって言いたくなる、ありがとうございます。3位たつやぴアットメリーちゃんの羊、いつもありがとうございます。2位りゅうせいアットメリーちゃんの羊、わーいつもありがとう、結婚していっぱい送ってくれてありがとう、結婚できるといいですねいつかめちゃくちゃ棒読みですねはい、そして1位プリモキさん、プリモキバーガーさんですね、ありがとうございます。いつも勝手にリカさんの配信でコメントしてるの見てるよ、ありがとうありがとうございます。これからさ壇上に乗ってくれた人のなんか話しようかな、スクショタイム、スクショタイム何しよう、何がいいですか、なんかない、てかめちゃめちゃ時間過ぎてるよね、どうしよう、パトロールめっちゃしてるからね私、スクショタイムそめっちゃ見てるから、みんなが思ってるより見てる、だから気をつけてください、見られてるってことを実感してオタクしてください体調には気をつけてねみんな、ありがとう。あ、この後メール送るね、今日はちゃんと件名書きます、メール取ってくださいはい、おやすみなさい、今日もありがとう、はい、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさい、おやすみー。